後輩の神経がわからんのか、それとも俺の神経がわからんのか悩んでいる。後輩の勤務態度があまり良くないから、懐かれている俺が上長の許可を得て軽く叱った。俺たちは派遣社員なんだが、派遣先が結構大きい会社で、コンプラ関係にもうるさいから、パワハラとかにはならないように気をつけて叱ったつもり。言ったことも、勤務態度が悪くて成績が良いとは言いづらいから、上長もそろそろ久しいなくなっている。今までは若いからと少し多めに見たけど、俺も少しどうかと思っている。これから変われば、今すぐ問題になることはないから気をつけてくれ、ということくらい。ただ、俺が叱ってすぐくらいから後輩が出社しなくなった。最初は体調不良と言っていたみたいだが、ここ数日は無断欠勤らしい。連絡が取れた他の同僚曰く、ストレスで体調を崩しているらしい。これだけなら、後輩は、俺にパワハラされて、ストレスで病んだように見えるが、後輩は、今まで、本人には直接言わないものの、気に入らない相手を徹底的に罵るタイプだった。それを止めないで同調した俺も俺だが、正直見ていて気持ちいいものじゃなかった。とはいえ、そんな悪口を言っていた後輩が、いざ自分が注意されたら、それだけで病むなんて、虫が良すぎるんじゃないか?とも思う。俺もメンタル病んで、職歴ボロボロのアラサーだから、正直もう派遣以外で働ける気がしない。聞いた感じじゃ、後輩も俺と同じか、それ以上にやばい状況。実際仕事探しには苦労したらしいし、今の職場、割と良い環境だと思うんだが、後輩が特別甘ったれなのか、それとも、今の学部卒くらいの若い子はみんなこうなのか?人は、いても戦力が少ない職場だから、身体ははっきりさせてほしい。